そんな年になっ、そういう年齢でも相変わらずいい子なんだよね。うん、うん、に親っていうよりも、あの社会人として見ていい、いい人だなと思う。いい子だなっていう、人間がとってもいいよね。その新人してきた、その真剣にやってるでもないんだよ、4人とも。だけど、まあ50回受けているってことと、それからその邪宗教とやっぱりそこはもう一切縁をしてこなかったっていうことが大きいと思うね。話だ今。なかなかそう、子供がこう一生懸命こう勉強するとかってあまりやっぱりね、イメージつかないですね。でもそれはほら、帰ってきたら三遍ご挨拶ねとか、そういうことでいいんですよ。うん、ご飯食べる前にじゃあご飯の前って三遍ご挨拶してきなさいって、まあ、一緒にしようだよ。三遍ご本尊の前で三遍唱えたら、じゃあみんなでご飯食べようねとか、そういう時から始めていくんだよ。でうちも年中さんくらいからだったかな、お経じゃあやろうかっていうね。もう一つのゲームみたいな、親子のゲームみたいに楽しませていくわけ。二次生尊重さあよくできたねとかさ褒めながら、すっごい今だから、本山にみんなで行こうって言うと、はーいとか言ってずらっと並ぶわけだよ。で聞いてると綺麗な音響しますよ。やっぱりそれは厳しかったから、発音に対しては、発音不正確はダメっつって、ちょっとその当時ちょっとね厳しすぎて育てちゃって、このくらいならまだ可愛いけどさ、本物の竹のあるじゃん、あれのしかも折れちゃって、ここのところを金属で止めたのね。それを置いといてさこんなのとバーンとかってね、ちょっと厳しかった、厳しすぎたっていう反省がある。で小学校高学年ぐらいになりかかってきたら、もう一切今度は言うのやめたんですよ。ごみをするもしないも自分の意思っていう風にね。で当然しなくなっちゃったり、続けてる子がいたりバラバラになったけど、でも今なってみると、その次男もゴミを欠かさなくなったし、自然にだよ。まあまあ俺の会社を継ぐって時に、まあ分かってるよねっていうこの一言で、俺の会社を継ぐってことはどうしてこうやって今の会社があるかは、ほとんど仕事してないから、これだけだっていう、これだけで伸びてるっていうか、これだけで持ってるっていうのが分かってんだよね。だから その辺分かってるよねって言うから、分かってるさ。だから親父みたいな風な熱い新人にはなれないかもしれないけど、まあ権限をサボんないっつってやってるよ。だから長男はまた驚いたことに、まあ、東京で起業、自分で起業したんだけど、これがね、